暗殺用の武器の発見はかなり珍しい。2018年、ブルガリアのカリアクラ岬にある中世の遺跡で、おそらく数人を殺害したと思われる死の指輪が見つかった。他にも金や真珠の装飾品も含まれていたが、600年前に作られたこの青銅の指輪は、おそらくスペインかイタリアから輸入されたものだという。なぜか中空になっており、側面に穴がついていた。暗殺者がこの指輪に毒を詰め、小指にはめて、犠牲者が見ていないうちに素早く傾けて、飲み物に毒を垂らしていたようだ。研究者によれば、元は激痛を避けるための自害用であったものが、後に暗殺に使用されるようになったという。石器時代は実に凶暴な時代であった。多くの頭蓋骨には何らかの武器で砕かれた跡が残っている。2017年、研究者たちが使用されていた武器を特定しようと、欧州の新石器時代の犠牲者を中心に調査を開始。当時は狩猟用の弓も存在したが、人に使われた武器に絞った。すると、テムズビーターというテムズ川で発見された新石器時代の棍棒が浮上。さすがに人にボランティアを頼んで実験することはできないため、研究者たちは人の頭蓋骨を模した玉を製作。30歳の健康な男性にビーターを渡し、当時のように命がけで玉を叩いてもらった。その結果に調査チームは歓喜。なんと紀元前5200年前の頭蓋骨と玉のひびの入り方がほぼ一致したのである。見た目は不格好でも、その威力は致命的であることが判明した。おそらく殺人用の武器として設計されたものであろう。形がクリケットバットに似ているのは、凶暴な祖先の血が今も受け継がれている証拠であろうか。バイキングの剣はこれまでに約2000本が回収されているが、そのすべてが戦闘で使用されていたわけではない。2017年、デンマークで見つかった9世紀と10世紀頃の剣3本を初めて検査。X 線よりも真相まで届く中性子断層撮影法を使い、武器を分析した結果、各剣の断層の画像から刃がパターン溶接と呼ばれる技術を使い製造されていたことが判明。鉄と鋼を混ぜて溶接され、折り曲げられ、何度かねじられていた。その跡が剣の表面に模様として浮かんでいる。また、これらの武器は戦闘用には不向きであった。通常、戦闘用の剣は衝撃を吸収する胸やしのぎがあるものだが、この3本にそのような構造はなかった。おそらくこれらは高位のものに献上された剣かもしれない。これまで北米最古の戦闘機はアメリカに最初に移住してきたとされる先住民のクロービス文化のものであったが、2018年それより古いものがテキサスの遺跡から見つかった。12年前から地層調査を続けていた考古学者が、クロービス文化とフォルサム文化のさらに下の地層から15500年前の戦闘機を発見。この武器は狩猟用の道具であることが確認された。よって、
アメリカ大陸に最初に到着した人類として狩猟生活をしていた可能性がある。この発見で人類が北米に移住してきた時期に関するこれまでの説が覆されるかもしれない。日本では劇場未公開だが、映画ミステリー面はなかなかぶっ飛んだアイデアが登場するヘナチョコヒーロー映画である。正直誰もが楽しめる映画ではないが、ヒーローものが好きな人は見ておいて損はなかろう。ベン・スティラーやジェフリー・ラッシュ、トム・ウェイツも出演している。中でもユニークな大型トラックが目を引くが、大して活躍せず、画面には5分も登場しない。ヒーローものには最強マシンが不可欠であり、このトラックを大活躍させ、女性メンバーをクロエ・グレース・モレッツにすれば、ここまでこけなかったはずである。残念ながら、映画の中だけでなく、現実の世界でも、このトラックは不遇であったようだ。結局、廃品置き場に捨てられてしまい、その写真が海外掲示板に投稿されていた。せめて、千年後に発掘されることを願わずにはいられない。最近、研究者がノルウェーの古代の墓を調査し、そこには、個人が生前に所持していた武器も残されていた。ノルウェーはローマから遠く離れていたが、調べるにつれ両国が武器においてつながりのあることが判明。ローマ帝国が繁栄していた頃の墓には、帝国軍の剣や盾、槍によく似た武器が含まれていた。だが帝国が崩壊すると、なぜか突然、斧が人気の武器に変わった。当時、古代のノルウェー人は、ローマ人同様、戦場で斧は使っていなかったが、後に国内の争いで、斧が頻繁に利用され始めたのではないかと、研究者たちは考えている。持ち運びやすい斧は、ゲリラ戦にはうってつけの武器であり、おそらく指導者とその家族への襲撃などで斧を使い始めたようだ。石器時代にアフリカにいた人類には一つ注目すべきことがある。彼らは石器だけでなく動物の骨で道具を作ることにも長けていた。2012年にモロッコの海岸そばに異物のようなナイフが見つかり、その9万年前の骨の工芸品は驚くほど質の高いものであった。以前見つかった骨の道具は単純な作業に使用されていたものであったが、これは特殊なナイフのように見えた。そして分析の結果、皮のような柔らかいものを切るために使用されていたようだ。この発見で骨から斧を作るのが得意であった事実が判明しただけでなく、生存を支える高度な道具作りはずっと後に行われたという説にも疑問符を投げかけるものであった。2018年別荘にやってきたスウェーデンの8歳の少女が湖で遊んでいると何かを踏んづけたと思い持ち上げてみると柄のついた鉄の棒を発見。何かの剣ではないかと父親に見せたが、父はただの枝だと思い真に受けなかった。その後博物館の研究員に見てもらうと少女の推測が正しかったことが判明。この遺物は1500年前のバイキングの剣であった。この地域は近年の干ばつで
湖の水位が下がり、その影響で剣が見つかったようだ。地元では伝説のアーサー王が湖の貴婦人からエクスカリバーを渡されたことから、この発見で少女が新たなスウェーデンの女王になったと話題に。他にも古代の装具が湖にあるかもしれないと思い、研究員が調査したところ、西暦3世紀頃のブローチも見つかった。2018年ルーマニアのブザウで作業員がベルトコンベアに砂利を乗せていると、なんと瓦礫の中に剣を発見。男性はすぐ専門家に連絡。検査の結果、この剣は3000年以上前のものであった。後期青銅器時代に鍛造されたもので、表面に装飾を施された金型で作られていた。刃は長さ47センチ、幅は4センチあり、状態も良好であったが、あいにく、有機材の柄の部分は消滅していた。この剣の所有者は、地位の高い貴族であったようで、この近くに埋葬されているかもしれないと、専門家たちは期待を寄せている。2018年、ニューデリー北の遺跡で3ヶ月ほど調査をしていた考古学者が、4000年前に戦士の階級が存在した証拠となるものをインドで初めて発見。そこでは8つの墓と古代の戦車が見つかった。3台の戦車は紀元前2000年から同1800年の間に作られたもので、ここは王家の古墳ではないかと推測される。また戦闘用の十分な強度を備える盾や剣も発見。兵器やエリート戦士一団の存在はメソポタミアとギリシャなど他の古代文明に劣らないものである。銅で装飾された棺もまた独特で、これまでに見たことのないものであった。だが、これらの遺物がどの文化に属していたのかは分かっていない。これらはインダス文明に属する墓のそばで発見されたが、研究者によれば別の文化のものであるのは確かだという。